時間になりましたので始めます。今日はシリーズ、能登半島地震のゲストとして、名古屋大学医学部付属病院救急科診療課長の山本隆則さんをお迎えしました、えー。今日名古屋から駆けつけていただきました。 山本さんは、能登半島地震の発災後、災害発見医療チーム DMAT の一員として、最も被害が大きかった石川県珠洲市で、調整業務や高齢者施設支援などに当たられました。今回の地震で被害の大きかった能登半島の七市町は、高齢化率が高く、特に珠洲市、能登町は、65歳以上の住民の割合が5割を超えています。 インフラの回復が遅れる中で関連死や感染症が増加するなど現地の医療は厳しい状況にあると伺っています。今日は山本さんから現地の状況やその中でも避難所、医療機関、高齢者施設が今どのような状況にあるのか、高齢化が進む地域での新しい防災のあり方などについて具体的なお話を伺っていきたいと思います。山本さんは救急専門医で 愛知県コロナ対策検証委員会専門委員、それから愛知県災害医療コーディネーターなどもお務めになられ、コロナ禍においてもたびたび提言をされてこられています。これから1時間ほどお話を聞きます。その後、質疑応答を30分ほど取っていますえ。今日は5時半までの予定となっていますけれども、少しオーバーしても大丈夫ということです活発な質疑をあのお願いいたします。 質問は会場とオンラインの双方からお受けします。オンライン参加者の方、テキストで質問しますという方については今からでも Q&A のところに書き込んでいただければと思います。申し遅れましたが、本日の司会は日本記者クラブ企画委員で毎日新聞論説委員の本村由紀子が担当いたします。では山本さん、よろしくお願いします。 はい、ありがとうございます過分なご紹介ありがとうございます名古屋大学で救急医療をしております山本貴則と申しますえ今日はこの日本記者クラブという大変有志、えー、あるクラブにお呼びいただきまして大変光栄です、えー、皆さんの,、まあ、あのお時間を無駄にしないようにできるだけ、えー、お役に立てるお話ができればいいなと思っております <laughs> 野党半島地震にですね、私あの、この1月の4日から、えー、8日までですね、えー、行ってまいりましたあの、救援の方に行ってまいりました。まあ、そこで、あの私がまあ予想もしていなかったいろいろなことを学ぶというかです、ねまあ、これは我々自身の問題、我々の未来の姿を見ているんだなという。 ことをですね、非常に強く感じましたのでその辺りをメインメッセージとしながらお話をさせていただければと思っておりますまずですね、まあ、今日の流れといたしましては、まあ、阪神・淡路大震災からこの能登半島の地震に至るまでえ日本の災害量というものがどのように、まあ、進化をしてきたのかというところそして能登半島地震 現在の被災地のこの現状と課題を医療と福祉の観点からまずお話をさせていただきたいと思いますそして最後のところで少し、まあ、あの全てつながっている話ではあるんですがより大きな巨大地震南海トラフに対して我々はこの能登から何を学ばなければいけないのかということをお話しできればと思っております。 まずあの皆様、社会に説法でございますけれども、まあ、阪神大震災、淡路大震災、この1995年ですけれども、まあ、これがですね、戦後50年という、この節目の年に、まさに日本の,この近代化、行動、先進社会のある種の歪みというものを、我々に自覚させる、まあ、そんなエポックメイキングな出来事だったということだと思います。 そして、時をしばらく置いて、東日本大震災というさらに大きな災害に見舞われ、他にももちろん中越地震等々ございましたけれども、熊本地震や、そして最近では豪雨災害ということで、こうした節目節目のいろいろな災害が、我々医療従事者に災害への対応ということを求めてきたということになります。 災害量、まあこれ復習でございますけれども、災害量というのは基本的にはこの需要と資源、まあ供給のアンバランスが起きるということを指しております。まあこれ、あの、昨今で言えばコロナ、新型コロナウイルスがまさにこの状態でありましたけれども、基本的には患者さんがどんどん増えるけれども、医療従事者はむしろ減る方向に行ってしまう。災害であれば物資、それから人、 あ,あるいはインフラ、あらゆるものが減っていく、まあ、コロナの時には医療従事者自身が感染をするという形で、やはり提供サイド、サプライサイドのこ,この力が減っていく、しかし患者さんは増えていくと、この状況を災害医療というふうに定義をしております。この災害サイクルから見た災害医療という図でございますが、一番下のところに発災とございます。 まさにこれは今回で言えば1月1日ということになりますけれどもそこからこの72時間よく言われますけれども1週間ぐらいのところを急性期というふうに呼んでおりましてまさに人命救助にすべてをかけるという時間でございますその後、まあこれ医療用語ですがア急性期ですねサブアキュートというふうに言っておりますが23週間が経つところここでいわゆるこの怪我をしたり病気をした方が ICU に入ったりとか あるいは今まさにその時期でありますが、感染が流行ってきたりだとかですね。まあ、つまり、この災害が起きて、この1ヶ月ぐらい経つところで、皆さんの疲れがどんどん溜まってきてですね、人の免疫力、あるいは社会のある種の復元力というものが弱ってきてしまい、その中で人々がいろいろな病気を起きたしてくるという、あ、急性期の時期がございます。そして、この後ですが、このまさに間もなく1ヶ月を迎えようとしておりますが、 いわゆる PTSD、心的外傷後ストレス障害。まあ、この PTSD なんかはですね、1ヶ月を過ぎてから初めて診断をすることができるという定義になっております。つまり、最初に1ヶ月、心理的な反応があるのはむしろ当然で、しかしそれがより長引くような形の心的な外傷、心の負担になっていくと、これを PTSD というふうに呼んでいるということでございます。 ここから数年間ですね、人々も社会も、いわゆる復興、リハビリテーションの時期に入っていく。これを医療の世界では慢性期という呼び方をしております。そして、まあ、本当の意味での静音ということにはならないかもしれませんが、いわゆるサイレントフェーズ、静音期というものを経まして、また次の災害がいつかやってくると。でここの一番大事なところは、この左側のプリベンション i o n and p r ドネス、つまり、予防と、そして準備と。 いうことになりますこれが我々に課せられたもう一つの大きなテーマということになると思いますさて先ほど述べましたこの阪神山時代震災ボランティア元年とも言われますが災害医療というものを医療関係者が作ろうというふうに思った最初の土地で回りました阪神淡路大震災マグニチュードは7.2全壊が10万棟被災家屋は50万棟と 死者行方不明者6,425名という、戦中戦後のこの自然災害が少なかった時期がありましたけれども、50年ぶりに大きな災害が起きてしまったということで、我々皆驚かされたということを覚えております。私はあの当時ですね、これはちょっとぼけた写真で申し訳ないんですが、えー、高校1年生でございました。 うーんと高校1年生の1月だったんですね、2年生になるちょと手前ですがあの、やはり非常に強い衝撃を受けまして、名古屋に住んでおりましたけれども、まあ、結構揺れたんですね。で、朝、ま,あ、まだ高校生で元気だったので、あの二度寝がすぐできるので、パッと寝て、朝目覚めたらですね、あの神戸、 というか当時は多分まず大阪のニュースが入ってきたんじゃないかと思いますね。結局今回もそうですが、やっぱり本当の被災地からはなかなか情報が来ないということを思いましたけれども、学校に行って昼とか夕方になってですね、えー、ラジオでしたけれども、だんだんとこの死者の数が増えていくということで、まあ、これは尋常じゃないなということを高校生ながらに思いました。とにかく何かをしなきゃいけないだろうということでですね。 当時その生徒会をやっていたんですけれども近くの JR 名鉄っていうのが名古屋にありますがそこの駅で募金をしたんですねでその時の私はその光景がどうしても忘れられないんですけれどもあの募金をしておりましたら階段からこう通勤客の方がもう一斉にこう降りてくるんですねでかなりたくさんの方が降りてくるんですけれどもほぼ全員が財布を取り出していたということですね。つまり おそらくあの時代に住んでいた生きてた人たちの多くの人がこれはとんでもないことが起きてしまっているしまさにこんな神戸なんていうですね、みんなが大好きな綺麗な町があのように傷んでしまっているということにあの自分たちの身が引き裂かれるような思いがあって何かをせずにはいられないという気持ちがあの我々の高校の生徒会にこの募金をしてくれたということだと思います。もう1 2時間やっったた。だけでで数十万円のののお金が集ままてくるぐぐららいいすね、それぐらいの熱量を感じました それで我々も、まあ、高校の教師先生方と一緒になってですね、えー、たくさんの高校を交えて、この阪神淡路大震災の震災維持ですね、中学生高校生で親を亡くした子、こういった方々に応援をしたいと。まあ、足長育英会という歴史のある団体がございますけれども、まあ、阪神淡路大震災に特化して我々はやっていこうということで、 そうししたた募金をさせていただきました当時震災維持の方々に107か108名の方々が応募してくださいましたけれどもお一人当たり7万円から8万円ぐらいだったと思いますがのお金義援金を配らせていただいたということがございましたそれと同時にこの炊き出しなんかをですね神戸に行きまして活動としてはちょうどあの95年の1月の17日から私最初に入ったのが 二週間後だったと思いますけれども、そ、そこからですね、まあ、あの、春休みなんかを使ってみんなで、延べで三百人ぐらいの中学生、高校生が、現地に行くということをさせていただきました。この時の体験が、やはり私のある意味では、現体験になっておりまして、一つはですね、まあ、これ、まあ、災害ユートピアという言葉もございますけれども、ある種の都市社会では起こり得ないような、 人と人が壁なく助け合うという光景がのその時まさに見られたということでございますその手応えというのはやはり人に対する一種の信頼感に私の中でつながりまして、まあ、こういう現場に身を置いて自分は仕事をしたいなということをおそらくあの思うきっかけになったのかなというふうに思っていますでもちろんですねそんな綺麗な話だけではなくって本当に当時はですね あの皆様方の映像を改めて今回阪神大震災29年ということで拝見させていただきましたけれども,もう本当にひどいそのいわゆる例えば階段の踊り場にです、ね、人がひしめいて寝ているというようなです、ね、まさにこの災害に対して我々は、えー、ほとんど準備をしてこなかったということがよくわかるような状況でありましたただそこには一方で助け合いというものが生まれたということであります。 そして我々、まあ当時は私は高校生でありましたけれども、まあこの後救急医を目指していくのですけれども、この救急医、医療に関わる人間からするとですね、初期医療体制というものの遅れというものが非常に、まあこの停滞失敗として残りました。特にこの避けられた災害誌、プリベンタブルですですね、が、まあ大体後の評価で500名ぐらいいらっしゃったんじゃないかということでですね、 普通の救急医療がきちっと提供されていれば、救命できるはずの人たちが、この医療システムの破綻によって、まさに先ほどの災害医療ですね、提供不足によって亡くなってしまったという大変痛い思い出がございます。有名なのは、このクラッシュ症候群と呼ばれる、まあ、あの日本語でいきますと、厚座症という言い方をしておりますけれども、筋肉が潰れてしまって、この、 筋肉潰れた筋肉が解放されたときにですね、えー、重いものがどかされたときに、カリウムなどの電解質が血液の中を巡って、心臓で不整脈を起こして心停止に至るというものでございまして、ちょっとお顔は隠させていただいてますが、ここに書いてある、ちょっと英語で小さい字で、スマイリングですということですけれども、有名になったのは、この22歳の男性の方が、家屋の下敷きでずっとお話ができている状態で救出されたと。 しかし、その、瓦礫からを除去して救出した直後に心停止に至ってしまった。まさに典型的なクラスシンドロームということになります。今回、あの、鈴の、 124時間ぶりに95歳の方を救い出すことができたというところですね。私もその鈴の DMAT 本部におった時にですね、ピースウィンズジャパンの稲葉先生という方がその現場に行ってですね、救出をされましたけれども、まさにこれはこのクラッシュシンドロームの知識を最大限活かして、現場でですね、3リットルの点滴をして、血液を薄めた状態で、 そのカリウムの濃度が上がって心臓が止まるということを避けるというですねそういう医療行為をしながら助け出したということなんですね、そして救急外来でさらに3リットル、合わせて6リットルの点滴をしたがゆえに、あのおばあちゃまはお元気になられて次の日により高度な医療施設に移っていったというふうに伺っております。かかかなりりり状態ははは良かったた、まあ、そのの後はフォローアップできておりませんが我々の目から見るとと乗り越えたと いうことでまあ、そうした教訓が29年間の間ので生かされてきたとといいうことでございますさて阪神・淡路大震災の教訓ということでございますがこれはですねまず災害医療という概念自体がそもそもなかったということで例えばこの時神戸大学はですねほぼ無傷でしっかり残っていたのですがあのそこにはほとんど患者さんは来ずに被災地のインフラも壊れてしまったあるいは医療従事者も なかなか出勤できないようなところに患者さんが集中するというこのまさに需要と供給のアンバランスが起きたつまりどこに行けば見てもらえるかあるいはどこに来た人をどこに運べばちゃんと対応できるかという仕組みがなかったということでございますそしてもう一つはこのまさに DMAT の話ですけれどもどうしても被災地の医療従事者あるいはインフラというものは傷ついてしまいますのでそこを外部から補うという仕組みがなかったそれから 重症患者さんを逆に外に出す、需要を下げるという、こういう営み、仕組みというものもなかった。そして何よりもですね、情報が共有されていないので、どこで何が起きているのかが全くよくわからない。中で、ひたすらやはり長田区の、例えば火災が映っていたりとか、阪神高速道路が倒れていると、そういったシンボリックなところに注目が集まっていたわけですが、どれぐらいの人がどういう状態で怪我や病気をしているのかが見えてこなかった。 いいう問題がございましたこれが、あの、大々色の線がですね、いわゆる防ぎ得た死ということになります。発災直後であればですね、多くの人を助けることができるわけですが、もはやもう皆さん有名なこの72時間という数字がございますが、3日間経つとほとんどの方を救うことが難しくなる。そうした時に、医療救護班はどうかというと、この緑のライン、やはり遅れて入ってくるということになります。 えー、救命医療のニーズこの青の線ですが、えー、発災直後から急激に高まっていきますけれどもこの時には医療従事者がほとんどいないという状態になってしまうというのがこの図の意味するところでございます、まあ、こういったことを防ぐために DMAT というのを作っていくということが起きまして2005年に DMAT という組織が発足をいたしました阪神大震災からちょうど10年たったということでございます そしてこの DMAT が発足して6年後の2011年、えー、11年でよろしいですね、2011年の3月11日、えー、東日本大震災が起きました、えー、マグニチュード9.0の巨大地震、かなり広範な地域に被害が出て、そして死者・行方不明者は2万人を超えると、そしてですね、常にやはり災害というのは新しい顔を持ってくる。えー いわゆる建物破壊というものを阪神大震災から我々は痛いほど学んだわけですが、今回は津波であったということであります。そして原子力災害まで伴うという全く新しい規模の大きな災害でありました。これがその当時の災害のですね、この亡くなった方の死因というものでございます。ここ左の円グラフを見ていただきますと、歴史が92.4%と。 ということでほとととんどの方が津波ににによっっててままさに瞬時に命を失いいいくということでございましたただ、もちろん、この中には実は4.4%のやはり家屋倒壊などによる圧死、損壊死というものがございますし、1.1%の火災による消死というものもございます。また、分からない方も2%ぐらいいらっしゃるということでありました。 圧倒的な津波災害であったけれども他の災害も実は伴っていた、まあ、あの2万の1万0千人という数が大きいですので4.4%でも実はかなりの数になると1.1%の少子といっても実は数百人単位になるんだということでございますそして右が年齢構成でございます人口がこの向かって右側にあり死者数が左側にございますがやはり高齢者の方が 死者ととししてててはどうしても増えてくると津波というのは、まあ、あの若い方でももちろん逃げれない時は逃げれないわけですがやはりこのいわゆる災害弱者高齢者の方というのがどんなあの自然災害においても高度になくなる、まあ、コロナでもそうでありましたけれどもやはり高齢者をいかに守っていくかということが非常に大事だということになるかと思います。 さて、これが、あの、まあ、皆さんも、あの、ご取材に行かれた方いっぱいおられると思いますが、私も、東日本大震災の時には、DMAT ではなくて、国立大学病院機構というんでしょうかね、国立大学病院協会ですかね。まあ、国立大学の病院の枠組みで、えー、そちらに伺いました。私、またこの時も2週間後ぐらいに伺いましたが、2週間後でも、本当にこの、ちょっと信じられないような、なんか映画のようなですね、 そういった道路状況、まあ、こんなシーンがガソリンスタンドの中に家があったりとかですね、山ほどあるとまさにこのマグニチュード9.0ということのエネルギーの大きさというものに圧倒されたのでありました。 でそこで、まあ、DMAT ずっとこの間ですね、そのいわゆる発足してから6年間、まあ、発足までも含めれば16年間、阪神大震災から準備をしてきたわけでございますけれども、この災害医療、えー、いわゆる阪神大震災の,あのクラッシュシンドロームのようなことが、えー、頭にありました、熱症とか厚座症をどう救うかということばかり考えてやってきたわけですが、えー、先ほどの申し上げたように、津波でほとんどの方は実はもう亡くなってしまっていた。 残された方は何かというと、実はほとんど慢性疾患ですね。いわゆる持病の増悪ということがほとんどであったということになります。まあ、ここに羅列しておりますけど、まあ、今回とも似ておりますが、もうあまりにも広範な被害でございましたので、コミュニティ自体が破壊されて、えー、いわゆる普段の衛生状態が保てない。それから、かかりつけのドクターとが営業していないので、薬が手に入らない。 災害高血圧という言葉も生まれてきましたけれども、高血圧が悪くなったり、糖尿病をお持ちの方も悪くなっていく、動脈が詰まったり、破れたりしやすくなると。そして避難所の暮らしのストレスの中で、同じように持病が悪化していく。 さらにですね、あの時に行かれた方、皆さんよく覚えていらっしゃるかもしれませんが、非常に石巻に私が伺った、この写真も石巻の絵でございますけれども、津波でですね、町全体が埃っぽかったんですね。いろんなものが流れ着いてですね、この砂人が舞っているような状況で、これはおそらく喘息とか肺気腫というような肺のご病気をお持ちの方にとっては非常におつらい状況だっただろうなということは当時感じました。我々でもちょっと喘息用のこの咳が出るというようなことがございました。 また、あの、寒くて感染症も流行っていると、まあ。低体温の話もあったかと思います。こうした慢性疾患の診療というものが中心になりました。まあ、こういういろいろな場所でですね、小学校、中学校などの避難所を借りて、臨時のこの診療所を開いて、お薬を出していくというのが主な、えー、救援活動だったということになります。 これも別の場所でやはり血圧を測ったりですね、何しろやはりあとは被災者の方のお話を伺うということ、これまた後ほどお話しますけれども、サイコロジカルファーストエイドと言いますけれども、心理学的な最初の援助というものが今大事だというふうに言われています、これが PTSD をやはり少なくしていくために大事だと言われております。 あのアメリカ軍も来て、ですね、まあ、みんなで本当にこの被災対応に当たったということでございました。まあ、今回の,その東日本大震災、これは被災地が極めて広くて、したがって、そこの東北全体が非常に医療の力が、供給力が落ちておりましたので、広範なネットワークを用いて広域搬送していくということが求められる災害でありました。のの災害医療体制というのはですね、えー まとめますとこういうことになるかと思います。災害っていうのは通常の医療提供体制では対応できない新たな体制の確立が求められる事態であるとえ。つまり過剰なニーズですね。先ほど来申し上げているような過剰なニーズに対応するために、医療側としては最大限のスリム化というものが求められる。つまり、やることを絞っていかなければいけない。まあ、コロナの時を思い出していただければ、あの、ガ治療などのですね、あの、 よく、まあ、を我慢していただいてコロナ対応に当たるという時期がありました、まあ、それはそれでいろいろな副作用が出てくるわけですけれども、本当の急期はそうせざるを得ない、日頃は、ここがまさに日本の一つ、医療体制の非常に大きな課題だというふうに思いますが、日本はです、ね、あの地域の,この医療機関というのが極めて分散化している国であります、1億2千万人のこの国で、病院と呼ばれる医療機関は8千を超えているんですね。 ところが3億人の米国において病院と呼ばれてホスピタルと呼ばれている医療機関は6000余りであります日本の診療所は10万と言われておりますけれどもとにかく医療機関が分散しているでそのことは、まあ、確かにアクセスが良いという意味では平時は良いんですけれどもいざこういう負荷が増えてしまった時にキャパシティその容量を増やしていくという能力においてやはり非常に劣るところがあるとでこの問題はコロナでも 露呈してしししててままいいましたし災害の時ににには常にそここが問題になってくるということうでありますですので逆に言うとその分散をメリットを残しながらそのデメリットをカバーしていくということになればその連携がいかにうまくいくかと病院間連携あるいは病院と診療所の連携今回はまさに介護施設との連携ということまで含めたこのネットワークをいかに作っていくかというところが大事なんですがこの点も非常に日本は弱いということになります。 いいみ s というのはです、ね、この厚生労働省が DMAT 用に作っている情報ネットワークの名前で、えー、これで DMAT の場合には、情報をいち早く発信して、えーこのおですね、お互いに情報共有をしていくということになっています。まあ、このいいみ s の一つ特徴はです、ね、えー、DMAT 間の連絡を取るということよりも、むしろ各医療機関ですね、病院や診療所、まさに先ほどつながっていないといった。 この病院や診療所がどれぐらい自分たちが困っているかということを選択式でパッ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 と上げていけるようなシステムになっておりますので、これを見るとどこの医療機関がワークしていないかということがわかる。この情報に基づいて我々は援助に行くということになっております。で、ここはちょっとまあちょっと文化論的なところになりますが、今と一つ面白いのはですね、まあ、今回あの、 政治の方でプッシュ型支援というのがよく話題になりましたけれども確かにですねあの何も状況がわからない状況でプッシュ型支援も大事である一方で実は災害というのは常に想定外のことが起きておりますのでうんこちらがイメージした支援だけではですねやはり本当のニーズには応じられないと。 ということになりますじゃあ誰がニーズを拾ってくるのかというともちろん DX が進んでそういうことが情報として上がってくるということもあるかもしれませんがあまりにも多種多様なニーズがございますのでやはり行った人たちが実際にその災害被災者の人たちの声を聞いてそれを上に上げていく仕組みいわゆるボトムアップの組織の方が実は災害の時にはある種強さを持っているということが言われています。初期のあのアメリカの連邦緊急管理庁フィーマー が有名な話です,ありますけれども、ホームレスの人に至るまで、えー、数十万円の,この小切手を切っていくということの権限がホワイトハウスから与えられていたということが、まあ、今ちょっと変わったらしいですけれども、当時の94年のロスのノース・リッジ地震の時に、フィーマで非常に画期的だなというふうに、日本の識者の皆さんがおっしゃっていたのはそういう点だったと思います。つまり、できるだけボトムのところに権限を委譲してしまって、その人たちに個別的に考えてもらうということであります。 その情報をまた上に上げてそこに普遍性があるのであれば全体として展開していくというのがこの DMAT の一つのフィロソフィー哲学としてあります。でまあ、これはあの一般的な図でこの県の中に保健医療調整本部保健というのがいわゆる保健師の皆様が担っているような公衆衛生そして医療というのが我々医者や看護師がやっているものとこの調整本部を県の中に置いてそして行政ともあるいは消防緊急消防援助隊や警察自衛隊とも 一緒にやるんだという仕組みが構築されておりますこういったものをそれぞれの場所に拠点本部というものを作ってですね各医療機関でそれを一緒にやっていくというようなことをやる仕組みというのがもうできておりますのでそれぞれの皆さんの地域でこの災害拠点病院というものがございましてそれをまたまとめる活動拠点本部というこのヒエラルヒーがあってそこで対話をしていくということになっております。 で、これが、まあ、あの、展開したのがですね、この東日本大震災における SCU というものです。SCU というのは、ステージングケアユニットという英語でございます。ステージングケアユニットっていうのは、まあ、簡単に申しますと、ここを応急救護所にしつつ、広域搬送の拠点にする空港ということでございます。エアポートに、え、応急救護所を作り、そこを、ま、患者さんを集めて、 他のところに広域搬送していく。そういうものをステージングケアユニットという特殊な業界用語で呼んでおります。このステージングケアユニット、えー、まあ、この15年間訓練をしてきた会があってということになると思いますが、3月11日に発災をして、えー、関西からですね、自衛隊の C130 装置を使って、ここに乗っている人たちは医,医療従事者ですね。この人たちを自衛隊に運んでもらって、 岩手、花巻空港にとりあえず瞬時に集合させるという、そういうオペレーションが行われました。非常にスムーズに立ち上がりまして、ここに細かい字で書いておりますけれども、3月12日の午前2時にはですね、この SCU ステージング系ユニットが設置されまして、随時いろんなチームが到着したということでございます。で、これ見ていただきますと、 岩手花巻空港の3週 d マット一覧ということでございますが、3月12日、発災翌日にはもう64チームが、この岩手花巻空港、あの交通事情の中で集まっているということでございますので、まあ、これは訓練の成果が出てきたということになるかと思います。で、このようにまあ広域搬送でいろんなところに、その患者さんを搬送するというオペレーションが行われました。 これはジャパン・コースト・ガードと書いてございまして、えー、沿岸警備隊じゃなくて、なんて言うんですか海上保安庁ですね、海上保安庁のヘリコプター、まあ、あの消防、海上保安庁、ドクターヘリなどなど、あらゆる機関が集まって、この援助をしていたということでございます。そして、えー、福島第一原発の事故が、この想定外という言葉が、えー、ルフしてしまいましたが、 このその地域全体が住めなくなってしまうというこの地域丸ごと避難というものが生じる医療災害医療の,分あの立場から言うとそういう想定外がございましたで不確実な状況下での決断というものはこの災害医療にはつきものでございますので、えー、まあそういうことを前提に我々はまあ訓練をされているということでございます。 ディマトの特色として先ほどの話のところ、このボトムアップというところに戻りますが、このフィロソフィーというのが僕は日本の組織の中では少し面白いなというふうに思っています。ディマトっていうのはですね、医師、看護師、それからいわゆるコメディカル、パラメディカルですね、つまり、例えば薬剤師であるとかですね、あるいは放射線技師とか、あるいは理学療法師、あるいは事務の方も含めた、こういった4、5人のチームで結成するという仕組みになっております。 でそれぞれがまあ指揮官ですね、トップリーダーを持っている、でさここの表現が面白いんですが、これ、d ィーマとの公式資料ですけれども、最前線の独断先行の積み重ねが全体として統合性のある活動につなげられる可能性があるということが書いてあります。これは非常に日本の組織ではなかなか珍しいんじゃないかなというふうに思っております。つまり、多分初期のフィーマの思想だと思うんですが、現場にできるだけ権限を起こしていく。 ただもちろんですね、そこにそれぞれが勝手にバラバラにやってしまっては組織として、えー、より効率的な動きができませんので、標準化教育というので、まあ、どういう戦略を DMAT というのは持っているのかというところの共通のトレーニングを受けている。えー、しかし、それぞれがその場面で出会った応用問題に対して、自分たちなりの答えを出しながら上に上げていく。実は後でこの後お話し,しますけども、今回、あの、高齢者施設からの大規模搬送というものが、 市場を初めて行われましたけれども、これもですねあの私も手前見、まあ私だけじゃないですが、私が行った高齢者施設で、まさにこれは DMAT の今までの規制の概念を超えてえ、高齢者をいろいろな力を使って外に出さないといけないんじゃないかということを提唱したら、本当に数日のうちにそれが、えー、県レベル、あるいは竹見厚労大臣も会見をしておりましたけれども、国レベルに情報が上がっていくと。 これはまさにですね、最前線の独断選考の積み重ねが全体を動かしたという例だと思います。この文化がディー D トにあるというのは非常に私は面白いなというふうに思っています。どちらかというと、あの、西海岸のあの、アメリカの会社なんかにあるような文化なんじゃないのかなと思っています。 で、えー、余計な話をしてしまいましたけれども、福島第一原発の時に、病院避難という概念が生まれました。病院避難というのはもうそのエリア全体が使えないので、病院を丸ごと機能として避難させなければいけない。医療従事者もそうですし、患者さんも避難させなければいけないという概念でございます。で、3月18日から20日にかけて、南相馬の私立総合病院、ここから福島県立医大などを経てですね、 ヘリや救急車、そしてバスなども駆使して、新潟に患者さんたちを出していくというオペレーションが行われました。こういう複雑なオペレーションもできるようになった。これを3日間でやり遂げたというのは、まあ、訓練が効いたんだろうというふうに思います。で、我々の一つのモットーとして、それは DMAT の仕事ではないという言葉は絶対に言ってはいけないというふうに教育を受けております。これはまあ日本の縦割りの中ではよくある話だと思うんですが、 ま、初期はですね、実はディマと災害医療だって言ってですね、ちょっと肩に力が入っておりましたので、いろんなことが起きるために、いや、それは医療従事者の災害医療の人間の仕事じゃないですよというやりとりがあって、そうするとですね、すぐにやっぱりぶつかっちゃうんですねで。被災者の方から見れば誰が来ようとやっぱり窓口になっていただきたいし、みんなで助けてほしいよね、ということで、まあ、い麗事ではなくって、あの、全てが我々ができるということではありません。全てが我々ができるということではありませんが、自分たちで線引きはしないと。 自分たちで線引きはせずにできることを考えていき、そして自分たちにできないものは人に頼っていくという、まあ、あの、当たり前のことといえば当たり前かもしれませんが、あの、職能集団としては、あの、普段やってない構えでありまして、こういうことを、まあ、教育をされております。で心の問題も、この阪神大震災に続いて東日本でも注目をされてきました。まあ、このいわゆる羽根ムーン期という時期がございまして、 いわゆるアドレナリンが出て、交換神経緊張が高まって、今は皆さん被災者の方、誰でもそうなんですが、あるいは医療従事者とか、その災害救援に当たるメディアの方もそうでありますけれども、とにかくテンションが上がって、しかしこれはある種の適応ですよね。強烈なストレスが来た時に戦わなければいけませんので、ある種の楽観主義というか前向きな気持ちが盛り上がっていく。しかしこれがずっと続くことはやはりなくって、いつか疲れていって、幻滅という状態になり、そこで、 うまく数年かけて持ち上がっていけばですね、これはいいんですが、それが中にはうつになってしまう方もいるということであります。そして、心的外傷や悲惨生活ストレスというものが出てきて、こうしたメンタルヘルスの問題につながっていく方がいらっしゃいます。で、急性ストレスランの1ヶ月ぐらいはいいんですが、この後、まさに被災地でも PTSD の問題が出てくる可能性があるということになります。 さて、えー、この時もう一つの問題がありました。これは東日本大震災の時、まあ、今回も少しありますけれども、やはり日本の避難所というのは非常に遅れているのではないかということが指摘されました。まあ、これでも阪神大震災の時の密集度に比べればマしなわけでありますけれども、しかし今回、ま,あ、まだやはりプレイ、あの、じき間仕切りがないような避難所いっぱいございます、えー。国際的な基準としてはこのスフィアプロジェクトという基準がございまして、国連や 大きい NGO が一緒に作った基準でございますが、この4つの最低条件ということで、やはりここで言われているのは、お水、それから下水、そして食料の確保と栄養、そしてシェルター,、まあえー、いわゆるプライバシーも含めて、さらにメンタルヘルスを含むような保険活動もしっかりやっていくんだということがうたわれています。この点まだ日本は遅れていると思いますそしし東日本大震災の時にこういう文言がございました。 保健所が医療ときちっと連携をしていきましょう保健医療調整本部というものをしっかり作っていきましょうということで医療だけではやはり我々は急性期を助けることはできますがその後の生活者支援という点は弱いのですねそういう意味では保健師さんに入っていただいて行政と一緒に地域を支えていくという仕組みを作りましょうそして熊本の地震がやってまいりました熊本の地震は 一つ大きな特徴としては、この病院避難というものが相次いだということであります。東日本のこの原発災害と同様に建物被害が強かった。特に今回はですね、活動をしているときにまた本心が、実は前のやつは前心で、今のが本心ですよという解説が後でつきましたけれども、そうしたことがあって、我々自身も身の危険を感じながらやったと。私は実は熊本には行けてないんですが、あの、行った者たちからはそういうふうに聞いております。で、 この本心があって、まあ、撤退をするという選択をしながら、病院避難ということをやっていく。この病院避難というものが、どういうふうに決断するかというのは、今回の高齢者施設でもそうですけれども、やはりこれは結構、病院にとってはですね、もちろん、そのお店をある意味畳むということですから、非常に大きな決断なんですね。そこを、やはり現地の病院の方々と相談をしながらやっていく。ここにも書いてございますが、やはり、 東海リスクのことももちろんありますけれども、ライフライン、これが途絶えてしまって復旧の見通しが立たないということになれば、やはり医療や福祉を続けていくということは極めて難しいということが、この時に非常によく我々は学んだことだと思います。そしてこの時は病院避難で1459人、11の病院の避難を行いました。まあ、1459人の入院患者さんを避難させるというのは、なかなか日本の中では大きなプロジェクトだったと思います。 そして、ここの時にもう一つは、熊本の地震で、まあ、あの、これはもちろん東日本の時にも、阪神の時にも本来あったはずですけれども、高齢化がどんどん進んでいく中で、保健、公衆衛生、保健室さんですね。そして、医療だけではなくって、福祉も統合した本部というものを考えなきゃいけない、ということが、この時期に提唱され始めます。この話がまさに今回のノットの地震に非常に響いてくる話だと思います。 そして、えー、実は最も多い災害としては、この頻度の高い自然災害としての豪雨災害というものがございました。豪雨災害の時にも、やはり高齢者が非常に災害弱者になるということが、えー、分かってきました。えー、少し飛ばしていきますが、えー、この時はですね、介護老人保健施設の施設避難というものが行われました。これが、いわゆる病院避難に続いて、福祉施設が避難をするという、実は今回の能登の地震のある意味モデルになった。 ことがこの災害の時に起きていたということになります。で、DMAT の活動の優先順位というこの図の中にもですね、災害拠点病院や一般病院という病院支援というところに加えて、いわゆる介護保健施設、こちらをどう守っていくか、避難所、孤立通落ももちろんですが、福祉をどう守っていくのかということが、この防ぎ得る災害による健康被害、防ぎ得る災害による死亡、 つまり災害関連疾患や災害関連死を減らすために福祉も助けていかなきゃいけないという概念がここで生まれてまいりましたでこれをまあお示しますと被災をしたときにです、ね、病院、福祉施設、自宅というものがございますがそれぞれ一時避難所、福祉避難所そして自宅の方は避難所というところに行きます、えー、避難所、ここはまさにメディアの皆さんも注目していただいた避難者、新規の傷病者がいらっしゃいます そして、ここのそれぞれ母体としては、病院、社会福祉施設、さらには、診療所や福祉サービス、在宅医療、在宅介護というものがあります。ここに入院患者さん、それから施設入所者、あるいは在宅の介護が必要な方、そして一般住民という人たちがいます。これを物資、そして搬送、診療介護という面で医療支援をして支えていかなければいけないということになります。 そしてですね、今回 DMAT に加えて皆さんも報道してくださっておりますが、ディザスターウェルフェアアシスタンスチーム、災害派遣福祉チームというものが、この厚生労働省の防災業務計画というところに言葉が出てまいります。DWAT というふうに呼んでおります。まさにこの保健医療福祉の連携というものが大事だということがですね、実はこの風水岩の中から出てきていたということになります。 この DWAT を非常にもっと強化しなきゃいけないというふうに思います。で、この一番下のところ、保健医療福祉調整本部という名前へ、この名前が都道府県に設置される本部の名前が変わっていきました。ま,あ、まとめますと、阪神淡路大震災から能登半島地震ということで、災害医療はですね、えー、阪神淡路大震災で DMAT を誕生させ、そして東日本大震災で津波の被害、慢性疾患ということを学び、 原発災害で病院避難を学びました。熊本の地震で病院避難だけではなく、福祉も大事なんだということを我々は知り、豪雨災害で福祉施設の避難という概念も作り上げられました。能登半島地震の話にすいません、入ってまいりますけれども、私どもは1月4日から8日にですね、派遣をされまして、一番鍵になるところは、この本部活動というのがございますが、7日のこの美少園という施設、 下から2行目にございますが、この福祉施設が今回のハイライトでございました。まあ、道路はこのような状況で、やはり今回はインフラが非常に悪いなということを実感いたしました。そして公立の都総合病院七尾市というところ、当時あのメディアの方も七尾から中継することが多かったと思うんですが、やはりここまでは道路が普通に通っているということで、まずここに拠点を作りました。しかしこれが一つ大きな問題があって、やはり七尾に入ってしまうので、どうしてもここで時間をロスするんですね。ですので、鈴や え、それから輪島での活動時間が減ってしまうという問題がございました。そしてここは七尾の本部です。七尾の本部には非常にたくさんの医療従事者が集まっている。まさにアクセスがいいところに供給が集中してしまっていて、本当の被災地である鈴や輪島にはあまり届いていないということを、ある意味ではこれは裏返して見ている姿であります。そしてこのような土砂崩れの現場もございました。 鈴に着きましたところ、ファミリーマートがあって、あれ、ブッシュがあるのかなということで、近づいていって見てみますと、まあ、このような状態で、まあ、完全にその時が止まっているという状態でございました。そして、鈴市立総合病院に1月7日の日に入ります。えー、ここの活動拠点本部。まあ、これもですね、あの活動拠点本部、ピースウィンズジャパンさんとかヒューマとか、あるいは保健師の方々や我々行政。 実は、この珠洲市の活動拠点本部が我々が行った時に、ある種大混乱状態でありました。それはですね、いろいろな活動団体がもう本当に手探りでいろいろな支援をしている。まあ、それは本当に大事なことなんですけれども、まさにですね、この本当の被災地というものは、最初のこの初動のところでですね、体制を作るところからまず始めなきゃいけないというような状況でしたつまり我々が学んできたのは何かというと、 えっと、いろいろな団体が善意で入っていく。これは最初大事なことなんですが、そういった混乱状況が続きますと、実はどうしてもですね、抜けができちゃう。落とすんですね。どこの避難所、どこの在宅、どこの人たちが実は見落とされているかっていう情報の整理ができないと、これはある意味戦争と同じかもしれませんが、全体像が見えないとですね、適正な資源配分ができませんので、やっぱり助けられる命を助けられないということになるんですね。 その意味では我々、ここなかなか、あの、うん、一般の方に伝わりにくいところではあるんですが、この拠点本部の整理というところに、一日半をまずかけました。そして、高齢者施設、避難所は少しずつ脚光を浴びてきた。病院にもいろんな支援が行き届いている。でも我々から見ると、やはり避難所よりもですね、というと語弊がありますが、 よりハイリスクの人たちがいるのは高齢者施設なんですね。ここを一軒一軒当たっていこうというローラー作戦が始まりました。これが1月の7日でございます。そして美少園というところを訪問しました。ここはですね、介護老人保健施設、いわゆる老健施設でございます。医療のニュアンスが入っている、まあ、あの、介護施設ということになると思いますが、ここを訪ねました。で、ここでひたすら我々がやったことは、 もう2時間話を聞き続けるとといいうことでございます、えー、美少年に最初行きましたときに、まず第一声で言われたことは、今どんな状況ですかということを我々お尋ねしたんですね。そうしたら最初、厳しい一言を浴びせられました。皆さん、同じこと聞くんですよと、同じことばっかり聞かれてます。当然、その後に、えー、この方々が思っていた気持ちは、だけど何もしてくれないですよねということだったと思います。 で我々も緊張をしましてこれはまずはちゃんと話を聞かなきゃいけないまずこの方々は何で困っておられるのかということをまずとにかく聞かなきゃいけないということでちょっとこのあとですね場所を変えて座ってお話を伺いました2時間お話を伺いましたけれども。 もう10分15分、多分ですね、10分15分じっくり聞くということさえ今までなかったんじゃないかと思うんですね。もちろん皆さん忙しい中で行政の方も来られてますし、いろんな団体も来られているので、そのことを全く責めているわけではないんですが、えー、こういう言い方をされてたらですね、私たちは日本の中から忘れられてしまったんじゃないかという怖さで私たちは震えていましたというふうに、この真ん中の女性、坂上さんという介護部長の方ですが、 おおっっししゃっておられました、えー、ここの施設はですね100人の入所者の方がいらっしゃいます100人の入所者の方がいらっしゃって介護度は1から5までだいたい20人ずつぐらいいらっしゃった、えー、隣にグループホームという認知症の方が集まっている施設がありましてこれも同じグループなんですが同じ法人なんですけれどもグループホームの認知症の方が避難してこられたので120人の 要介護者の方がいらっしゃる施設になっておりました。そして従業員の方はもともと90人いらっしゃったんですが、この時点で30人しかもうここに来ることができない状況であった。これ私も入ってみてよくわかったんですが、鈴市役所と、あの、市の私立病院とか、我々の d マットの本部がある場所よりも、ちょっとまた奥まった三崎町というところにある場所なんですね。この場所はですね、 やはり被害が非常にひどいなというのが我々の実感でした。ほとんどの家がもう潰れているという状況であります。つまり、ここで働いている介護従事者の方々も、ほぼ皆さん、まあなんてうんでしょうかね、重い被災者なんですね。えー、ですので、そもそももうここに来れないという方も多いです。2時間かけて歩いてここに通っておられる方も多いです。たけれども、ほとんど来れないんですね。残っている30人の,従従あの介護従事者の方も、 ほとんど家が半壊か全壊ですえ。という状況です。で、ここに中心メンバーに残っているこの6名の方は、この1月7日のお昼の時点で誰一人一度も帰っていない。家に帰っていない。睡眠時間はどれぐらい終わりになるんですかというふうに伺ったら、取れて2時間です。というふうにおっしゃってました。この状況で7日間やっていれば、それはもう精神的にも肉体的にもボロボロになるのは、まあ誰でもわかることであります。 そしてですね、なおかつここに電気が通ったのは、この我々が訪ねる本当に1、2時間前、1月7日のお昼近くなんですね。ですから、この1週間、えー、介護をしなければいけない、要介護者の方は1.2倍になり、介護をする側の方は3分の1になっていますので、3.6倍の負荷がかかった状態で、不眠、まさに文字通り不眠不休で、電気がない中で、ずっと介護をしていたと。 いうことでありますからあの一緒に同行した我々のチーム5名の中に看護看護師が2名おりましたけれどもやはり医者や他の医療従事者に比べて看護師というのはですねやはり医者と介護士さんの真ん中のお仕事なんですよねケアをやる仕事です、えー、人々のやはり排泄ののお世話とかもすする仕事です人の気持ちを聞き取ったりあるいは体をきれいにして差し上げる仕事ですね。うん もう看護師2人、男性と女性と2人我々いましたけれども、もう2人とも途中からもう冷静に聞いていられないというかですね、あの、もうわんわんみんな泣いているというような状況でございました。まあそういった心境の中で、もちろんこの美少園だけじゃない、いろんな施設でこういうことが起きていたんだなということを我々は初めてその時に実感をしました。で、えー それでこれはちょっとさすがに我々はですねこの災害医療というのは基本的に急性期の人たちを広域搬送するということをずっと習ってきたんですね。今すぐに治療をしなければ命が危ない人たちこれがトリアージで言えば赤ということになりますけれどもあるいは黄色から赤に変わっていくわけですがこういった方々を他の病院に運んでいく大けがをしている方々心筋梗塞脳卒中そういう病気をしている人透析をしている人こういう人たちを さっきのステージングケアユニットを使って航空搬送なんかをするぞっていうことを我々は訓練されてきたんです。介護の話は少し後のフェーズだろうというふうに思ってました。しかしですね、これだけインフラが途絶して、これだけケアワーカーの人たちがいなくなってしまうと、もう介護自体が全く成り立たないわけですね。そうなるとですね、どういうことかといえば、とりあえずの表現を借りれば、避難所にいる方は、 ほっといていいということで全くないですよ。リスクの話ということでお聞きしたい、いただきたいんですが、避難所にいる方は歩いて来られている方が圧倒的に多いので、医療の、急性期医療のトリアージでいうと緑色なんですね。一方ですね、この介護、4介護3、4、5っていう方は、もともと寝たきりの方とかいっぱいいますから、トリアージでいうと、もともと黄色の状態なんです。で、この方々は手厚いケアがあって、初めて生きることができる。お元気でいらっしゃる。しかし、病気ではないんですね。 しかし、ケアがなくなった瞬間に、この方々は、とりあえずで言えば、一気に赤に変わっていく潜在的なリスクを持っている方々ということになるわけであります。で、その状況がまさにここに生じていたということでありました。ですので、これは潜在的な災害関連死のハイリスク集団である、ハイリスク群であるというふうに我々は直感的にわかりました。ですので、 まあこれはちょっと頭を切り替えてこういった方々でここで2つの手があるんですよね一つは介護人材を大量に送り込むっていうやり方もあります、まあ、病院避難の時も病院避難の手前は何かというと我々リーマットの医者や看護師がそこに行ってその病院の減ってしまったスタッフを補うあるいは病院の疲弊しているスタッフの代わりをするっていうそういうやり方があるんですなぜこれがいいかというとやはりそこの医療機関というのはやっぱり残ってもらわなきゃいけないですし そこの場というのはやっぱり大事なんですね、この考えると。ですから、安易に病院避難や施設避難という選択を取るべきじゃないという原則があります。それはその通りだと思います。しかしながら、現実に DWAT、DCAT もまだ弱い中で、介護従事者を60人集めることができるだろうか。ちょっとそういうことはもう不可能に近い。もし集めたとしても、買ってもわからない人ですから、もっと増やさなきゃいけないですし、なおかつインフラがないわけですよね。暖かいお湯がここはですね、電気が通っても、 暖房は灯油でやってますから、えー、暖房つかないんですねめちゃくちゃ寒いんですよそれからお湯も沸かせないんですねボイラーで沸かせないんですですのでお湯と、えー、暖房がない中で要介護者の方々を120名見るっていうのはまあ不可能なんですね危なすぎるそういう意味ではここに人を送り込むっていう選択肢はほぼないなというふうに我々は思ってでこの報告を市に鈴洲の本部に 戻りましたあの2階はですね一部損壊していましてここは、えー、本来32人しか入れない場所に50人以上の人をまあえー、そこで面倒を見なきゃいけないような状態にもなっていましたですから感染もやっぱりとっても起きやすい、えー、ちょっとプライバシーに配慮してそこのベッドの写真はないんですけれどもまああのここが 使えなくなくっているととうことで、ありりまます。す、まあここ。さっき私が話しした情報はここに整理しておりますで、まあ、急いでこういう道を帰りながらですね、吹雪になってまいりました、まあ。非常に寒くなってきて、そして、そのことを提唱しました。そしたらですね、これが、まあ、さっきの d マットの柔軟性という意味では、まあ、僕、別に d マットを手放しで褒めてるわけじゃありませんけれども、柔軟性という意味で、一つ自分でも驚いたんですが、 実はこれを提言したのが1月7日の夕方のミーティングです。鈴市の本部に提言しました。そうしましたら、鈴市の本部から石川県庁の d マット本部にその情報がおそらく上がり、おそらくというか必ず上がりますので、そして石川県の県庁にいる d マットのその幹部が決断をして県にそれを伝え、長谷知事にもおそらくそれが伝わって、そして石川県庁からもう出す人のリストアップが始まっていくという流れであります。 え、高齢者施設の人たちをどんどん搬出するっていうプロジェクトがここで開始されました。えー、まずは、あの、目立つところで、航空搬送の話をしておりますが、最も受け取ってくれたのは近隣の、あるいは金沢とかですね、えー、近隣の市であったりとか、近隣の富山県とか、県であります。そうしたところに陸路搬送が始まりまして、そして愛知県も手上げをしてくれて、これまあ、大村知事、 非常に僕はあの英断だったと思いますけれども大規模な空路搬送を行いましたこれがなぜですね画期的かというとさっき言った大規模な高齢者施設の避難を空路でやるっていう概念はなかったんですね飛行機自衛隊の飛行機まで使ってやるっていうのはやっぱり今すぐに助けないと亡くなっちゃうぞ今すぐに搬送していい病院に行けば助けられるぞっていう人を運ぶわけですがこうあの慢性疾患というか介護の方を運ぶっていうのはやっぱり かなりみんなの頭を、僕はそこであの話を聞いたので、さすがにもやるべきだと思いましたけれども、それをやっぱり組織全体で、それを見てない人に伝えるっていうのは僕はすごく大変で、このプロジェクト動かないんじゃないかなっていうふうに正直思ってたら、あっという間でですね、これまあ感度のいい人たちがやっぱりいたんだと思いますが、空路で運ぶということになりました。でこれ本当に大事です。あの愛知県はやっぱり人口が多い近隣県ですので、あのキャパシティが大きいんですね。で、 これでもう一つちょっと特筆すべきことは医療と福祉の、まあ、壁を乗り越えるということですが、この時に介護施設ですね、高齢者施設、老健施設とか特養がすぐに受けれるかって言って、やっぱそれは難しいんですよ。介護施設ってやっぱり急に入ってくるようにはできてませんので、じゃあ誰が受けれるかって言ったらもう基本的には救急車が入ってくるような病院しかないんですね。いわゆる急性期病院です。急性期病院、当然抵抗が普通に考えたらあるんですね。医療が必要な人、まあ、可能性はありますけれども、ミィカルチェックが入ってないので。だけど、そういうところで、 医療が必要な人じゃないのを受け入れるということも、これは県のリーダーシップで受けてくれと。その代わり高齢者施設に出口を出すと。まあ、これコロナの時と似ております。広報病院とか高齢者施設。こういうところの出口もきちっと用意するから受けてくれということを県が強く、まあ、知事を先頭に発してくれましたので、まあ、そこで安心して名古屋大学病院も,もそうですけれども、旧跡病院がこれらの方を受けるということになりました。 1>, 1月11日に CH47 チヌークで搬送が行われまして僕も奇遇なことにこの1月7日に鈴の微笑園にいたこの微笑園の方々が30名ですねこの県営名古屋空港で私が受け取るというこのある種のドラマに立ち会うことになりましたこのように3段ベッドにですね皆さんが寝かされている状況ということでベッドでしっかり固定をしてくれていました でこちらに救急車を大量に集めて、各医療機関へと搬送していったのでございます。このようにやっているわけですね、はい、でこういうオペレーション、まあ、あの消防の皆さんも本当にこれはいいことをやってるんだという気持ちで、皆さん、すごく高いテンションで、ですねよしって言って、みんな大丈夫だったって声をかけながらやっておりました。 私が驚いたのは、あの、私の病院でもこうした方々を受けましたけれども、非常に驚いたことは、あの状況で一週間見ていたのに、皆さん本当にこの高齢者の方、肌つやもいいし、綺麗な状態で来てるんですね。いかに、鈴や輪島のこの介護従事者の皆さんが、もう非常に限られた資源の中で、必死で、この、皆、要介護者の皆さんをケアしていたかということがわかりました。 我々の病院の看護師もみんな共担しておりました。状況を知っておりましたので、こんなにいい状態で皆さんを運んできてくれるとは思わなかった。ここに皆さんの本当に頑張りがあったということは、あのぜひお伝えしたいことだと思います。本当に感謝をしています。ということで、今、あの、この話はもうしましたので、えー、ちょっと飛ばさせていただきますけれども。 先ほどお話しした内容を文書でまとめております。でこれがあのちょっと、まあ、あの皆さんにお伝えする価値がある話かなと思います。えー、リマトで調査をしてくれた、まあ、これちょっと数日前のデータですけれども、まあ、概算で分かっている数字だけなので、完全に正確というわけではありませんが、実際こうした高齢者施設の職員が平時に比べてどれぐらい減っていたかというのを市別に出した数字です。これはあのどこにも出ていない数字だと思いますけれども、鈴市はやはり44%の介護従事者。 我々が言った微小炎は3分の1ですので67%減っているということで、まあ、特別あそこはやはりまたひどかったわけですが、鈴市は44%、和島市26%ということで、やはり鈴と和島はかなりこの介護従事者の方々が減ってしまっていたということがわかります。その結果というのが次の数字です。こちらもなかなかショッキングな数字ですが、高齢者施設にいらっしゃる方で避難を希望された方の数です。 なんと、鈴はですね、実に95%の方が避難を希望されました。和島は64%。その他のところはまあ10%を切る、あるいは10%前後ということになります。ですので、えー、実はこの美少園が、まあ、鈴市唯一の老人保健施設。もう一つの長寿園というところが、ほぼ唯一の特用、特用ということになりますが、この2施設でほとんどですが、まあ、実はここの方々はほとんど今もゼロに近いという状況になっています。 今後の課題は何かと言いますと、えー、一旦ですね、この高齢者入所者の方、だいたい我々が掴んでいる数字ですと900名程度だったんじゃないかなと思います。えー、この被災地全体で900名程度の高齢者施設の方が、えー、搬出をできた。これは災害関連死という意味では、あの、逆に今ですね、実は鈴の皆さんとかも、本当にこれでよかったんだろうかという自問自答をされているんですね、介護従事者の方が。まあ、それは当然だと思います。自分たちが、 非常に、なんていうか、手帳にかけてというかですね、あの、思い入れを持ってケアしていた方々を手放すっていうのは非常に心が痛いわけですね。で、何か責任放棄のように感じてしまう方もいらっしゃると思います。しかし、客観的に見て、これはこの、あの状態が続けば、相当の方が災害関連疾患、あるいは災害関連死につながったと。 まあ悪くなってから救急車で運ばれるという余力がない方々ですから、悪くなってから運ばれるとやはり亡くなってしまう可能性が高いんですね。その意味では、あの、声を大にして申し上げたいのは、和島や鈴の,の介護従事者の皆さんは本当に頑張っていただいたし、そういう苦しい決断の中で、あの、広域搬送を選択していただいたということは、命を守るという観点から言えば、もう1ミリの曇りもなく間違っていなかったというふうに、旧世紀の医者としては思います。そこはまずあると思います。 ただということですね。ただ、やはりそのことによって、この遅延や欠延と切り離されてしまった、例えば愛知県に来られた、この要介護者の方々が今後どういうところで暮らしていかれるのか、ということは大変気になるところですし、もう一つは、この美少炎さんもそうですが、要介護者の方、つまり入所者の方はゼロになってしまっているんですね。ということは、変な言い方ですけれども、 こういった地域において、この医療とか福祉っていうのは一つのやはり、なりわいというか、重要な職業だと思うんです。この方々の今後の職,あの職業というかですね、なりわいということを考えたときに、どうすればいいのか、その所得をどうやって面倒を見ていくのかっていうことは、やはり非常に大きな問題になってくるという気はいたします。そして、 この下にも書いております。次にも同じことを書きましたけれどももう一つそうです、ね、見逃しちゃいけないのは在宅です在宅の方は、えー、ちょっと僕が情報を持っていないのでここもいろいろな方が今順次手を打ってくださっているというふうには信じていますが、えー、病院避難所これは比較的、えー、注目が当たりやすいですね、えー、しかし高齢者施設今回やはり少し遅れて光が当たりつ、まあ、光というかですね注目が集まってきました。 一番遅れてるのは在宅ですね在宅はやはり地元の往診医の先生や訪問介護例えばですねこの美少園という施設はデイサービスもやってるわけですそうすると実はここに入所されている方だけじゃなくってこの在宅にいらっしゃる方の間接的にあのリ,リハビリというか介護もやっていたということでありますねそうするとここがなくなっちゃった時にこの人 たちはどうなっているんだろうということが当然気になります在宅の人の取り残されているということはないんだろうかということになりますそして先ほど言ったようにこの医療福祉の老健施設や特養が事実上店じまいのように一旦休業のようになってしまっているとすると今後当然ここ高齢者の多い地区ですから今お元気な方もいつかケアが必要になることは十分あるわけですね その時にその主体がなくなってしまったとしたら、これは本当に介護の崩壊なんですよね。そして介護が崩壊すると、実は今病院から退院するときに、もちろん元気になってご自宅に戻られる方もいますが、この超高齢化社会、鈴や輪島のような50%の方が高齢者というような社会においては、この方々はやはりケア施設というか、 医療から福祉の方に移っていく、介護の方に移っていくっていう流れも非常に太い流れとしてあるわけです。介護がなくなった時に医療ももうこれ機能しなくなるわけですね。出口がなくなります。という意味では医療と介護は同時に崩壊していくという、やはりそういうリスクをはらんでいるということになると思います。まあちょっとこの先は、まあ南海トラフ、まあ私が申し上げたいのは同じ話です。つまり、これが今後ですね、南海トラフにおいては、鈴や輪島というのは我々の 社会の未来の姿、つまり高齢化がどんどん進展してしまった超高齢化社会であるということと、もう一つはこの輪島とか鈴が、いわゆる南海トラフで大規模に起こると言われているような巨大なインフラの破壊という意味では、超高齢化でインフラが破壊されてしまい、非常に大きい被災であるがゆえに、医療従事者や介護従事者が激減してしまった時に起きること、このことを 先取りしているんだと思います。その意味では、南海トラフは、輪島、ずと同じ状況になる可能性が十分にある。DWAT を充実させて、ケアの DMAT を充実させなきゃいけないということはもちろんあります。もっとオペレーションを発達させて、高齢者施設を早く避難させるということも大事。でも、同時に、そこから戻ってくるという営みも大事ですし、あまりに規模が大きかったときには、もう、 対応できないんだと思います。その意味では防災だと思います。え、インフラが途絶しない仕組み。例えば分散発電の話もそうなのかもしれません。あるいはケアワーカーが減らない仕組み。ここをまず考えないと、多分南海トラフには立ち向かえない。ということになるかと思います。こういったところを我々は学んでいかなければいけないのではないかというふうに思っています。時間を超過してしまいました。大変失礼いたしました。 はい、ありがとうございました。大変、あの、新しい視点で勉強になるお話がたくさんありました。えー、では、質問をお受けしたいと思います。会場で質問のある方は挙手をお願いします。私が指名しましたら、えー、両サインドのマイク近い方から、えー、ご所属、お名前、それから質問という流れでお願いします。オンラインからご自身の声で、えー、直接質問なされたい方は、挙手のマークを、えー クリックしてください。私が指名しますので、マイクを、ミュートを解除してご質問ください。テキストでの Q&A からの書き込みも随時お,引きお受けしています。それではまず会場から受け付けます。いかがでしょうか。はい、あ先頭の方。 あの、読売新聞の加納と申します。今日はどうもありがとうございました。えっと、あの、先生たちがですね、あの、高齢者施設のですね、要介護者をですね、えー、県、えー、金沢市や愛知県などに搬送したというのが、あの、いうことですけれども、あのお、これについてですね、あの、多くの命を救ったと思うんですけれども、その受け入れたですね、まあ、急性期病院、まあ、あの、その後、あの、広報病院が受け入れるというような流れも作ったということですけれども、 あの受け入れた側にも、ですねやはり、まあ、そもそもあの患者さんがいたりだとかですねするわけですけど、そういう人たちもどうやって、まあ、そのスペースをどうやって作ったのかということと、あと受け入れた側にも、ですねやはり費用が発生すると思うんですよね、そういう方を受け入れることです、ね、そういう費用について、どのような仕組みをしたのか、でまあ、今後、ですねこの災害を考えたときに、どんなような政な党的な裏付けというか、ですねなんか課題が残ったことがあれば、教えてください。ありがとうございます あのまずですね制度的なところで言うと私が聞いているのは災害救助法の中で、えー、補填をされるというふうに聞いていますあの実は医療の方はあのこの災害救助法の,このいわゆる病気になったという形で運ぶことによって、えー、医療の,この広域搬送の仕組みというのは整っておりますので,でそこで補填をされるのでそこはあまり心配をしていないと。 ただ、その当時、県庁の中でも、県庁愛知県庁の DMAT の中でも議論があったのは、その福祉に落とし込むところで、えー、どういう制度になるんだろうかというところがございました、ただそのあたりは、あのちょっとまたあの、私もちょっとその後フォローアップできてないんですが、あのおそらく行政的な何らかの処置がなされているという、許するというようなことは伺っています。ごごめんんなさいもう一個のご質問があるんですね あそううかキャパシティの問題ですすねありがとうございますいやそれは本当におっしゃる通りで、まあ、要はこれが輪島、鈴で、まあ、今回900人ぐらいというふうにお聞きしていますがこの数だから対応できたというところは正直あるんだと思いますつまりこれが南海トラフではありませんがもっと大きな数で要介護者の方が被災地域外に出た時にじゃあ本当に急性期病院で受けるキャパシティがあるのかといえば厳しいんだろうと思います。ですから そこもどうしていくかということは今後の大きな課題かなと思っています。もう一点あのありがとうございました。もう一点書いてあるんですけど、あの先生も課題に挙げていたあの在宅ですねについてなんですけど、私も実は現地でですね和島市であの取材をしてですね、あの在宅看護になっている在宅看護ステーションはですねどうだったのかって取材したんですけど、えー、和賀島市内のあの被災、えー、事業所は全部被災してですね、産業産事業所は もう機能しなないい状況になっていてとでしかもその職員たち皆さんを期待してですね、えー、なかなか看護に当たれない状況になっていましたでほとんどが多くは避難した者ものですねどうしても残らざるを得ない人たちもいてでやっぱり職員の方が言ってたのは、まあ、避難所だとか病院には、まあ、多くのリーマトさんが来ているけれども自分たちにはまあ少なくとも来てたあの助けてもらったっていう声はなかったと。 という声があったんですけれども、その点あの先生も課題には挙げておられましたけど、まあ在宅まあ、やはりま要介護者だとか障害者だとかですね、まあ、支援がより必要な方々がいる中で、まあ、今後どういうふうな支援が求められるのかというとですね、えー、教えていただけないでしょうか。はい、ありがとうございます。おそらくですね、私が持っているのはえっと避難所が先になってしまう理由は。 そこにケアワーカーの人がもともといるじゃないかと。在宅にしても、高齢者施設にしても、プローがもともといるんだから、少しの間頑張れますよねっていう考え方に基づいて優先順位をつけてきたんだと思うんですね。ところが、さっき言ったような状況になってしまっていましたので、今後はやはり、この DWAT もそうですけれども、あの、介護でもそういう、ある種の急性期状態というかですね、えー、エマージェンシーな状態が起きるんだということの認識で、 制度,つく制度というか、まあ、そのアシスタントチームを作っていくということは絶対に必要なんだろうというふうに思います。であとはやっぱり高齢者施設は比較的そういうオペレーションがま,あまとまった形で今後できるかもしれませんが今回前例ができましたので在宅のところのやはりそのアクセスが悪いとかしかも点在しているということでの中でどんどん遅れていっちゃってるというところがあるんですね。でここは どういう形ができるのかも私もちょっと正直答えがないんですけれども、ただやはり一番大事なのは、あの、いわゆる我々みたいな急性期医療というよりは、例えば医療の上でやれば在宅医療とかですね、プライマリーヘルスケアのところですね、この生活支援、生活と密着した医療や介護のところの、この災害支援というものを、もうちょっとやっぱり真剣に作っていかないと、普段からそういった時にどうするかということを、 やっぱり作っとかないとちょっと難しいんじゃないかなという気がします、はいあのまあ、ちょっと似た質問がネット、あのオンラインで来ています、NHK の竹内さん、えー、高齢者施設のほか、障害者施設については活動がありましたか、もしあったとすれば同じような、たぶん病院避難とか施設避難のような、そういう活動が可能だったでしょうかという、何か情報があればお願いします。 はいすいすません私も障害者施設のところは非常に気になっているんですけれどもちょっとすいません情報を持ち合わせていないので、まあ、そこも本当に大きな課題にはなってくるだろうなと思いますしそのいわゆる認知症の方とかですね障害者施設におられる方の一部の方の中にはご自身が置かれている状況を必ずしもあの正確に理解することが難しい方がいらっしゃると思うんですね。でそうういっった方ををどうやてて心を落ち着かせて差し上げながら あの必要なところに運んでいくのかっていうこともやっぱり非常に考えなきゃいけないところだなというふうに思います。お話聞いてますとあの今までのこう山本さんがまあご自分の使命として抱いていたこう災害の D マットの、えー、ミッションというのは今後変わっていく可能性があるということでしょうか。かあると思いますね。やはりあの超高齢化社会ということはこういうことなんだなというのを。 今回非常に強く感じました、うん、ですのでその脆弱な人ってどこにいるんだろうかっていった時に、うん、そのやっぱり実はもうかなりの人口のボリュームのかなりの人たちが実は脆弱性を抱えてきてるんだと,ということになると思うんですね。で医療はやっぱりその介護はもちろん介護のプロフェッショナルではありますが医療ってやっぱり守備範囲が広いのでその意味では我々ももっとそこに入っていく。ただそれはさっきのあのあ ご質問と本当に重なるんですけれどもやっぱり急性期療をやっている人間我々のような人間がいかに在宅とかプライマリーヘルスケアの,そのやっている医療の人たちと普段からそこの連携のコミュニケーションがしっかり取れてるかっていうこの日常の医療の在り方がやっぱり今もやはり弱いんですよね日本ってそこのなんかシームレスな流れっていうのができてないのでコロナの時もそれが問題になりましたけれどもそこを解決しないとこの災害対応 にに行くことととはちょっっ無理じゃなないいいかう思てあの d ワットですねウェルフェアの、えっと D ワットの方でもそのニーズとか課題は認識して動き始めているんでしょうかあ今回あのやっぱり福祉関係の方はそういう認識やっぱり非常に強く持たれているようであの厚労省の文書の中でもそういうディーワットっていう言葉が出てきておりますけれどももう少し法的な位置づけとかもしっかり 確立していきたいっていうのはご発言をされている方もいらっしゃったので、あの、かなり認識されてるんじゃないかなというふうに思いますし、おそらくですね、あの、私も報道、これ報道レベルというか報道の皆さんのおかげで知っていることですが、あの、何かし,して差し上げたいと思っている介護関係者のことは極めて多いというふうには伺っています。ただ、そもそも介護従事者の方々の、やはりその、待遇の問題もありますし、介護ケアをする人たちを、もう少し、やはり、あの、 強固な存在にしていくような社会的努力っていうものをしていかないといざ災害の時には本当に困っちゃうんだなっていうことを感じますはいじゃあどうぞ。 日本経済新聞の田崎と申します、えっとまあ、お話の中で少し出てきたかなと思うんですがこの、まあ、高齢者施設がもうこうインフラもなくて、まあ、もうあの孤立してしまうというこの状態というのはあの熊本地震ですとかそういう東日本大震災ですとかで、まあこうまあ、なかったのかで今回、まあ、なぜこう顕在化しているのかというところをもう少し詳しくお聞かせいただければと思います。 あのさっき途中でご説明差し上げたようにあの例えば水害の時とかですねあの高齢者施設避難ということ自体はあるのはあるのですねでただ今回の災害が一つ特徴的だったのはやはりインフラがかなり長期にわたってきっと普及しないであろうということが結構確定的であったということが一つともう一つはやはりその非常にローカルな局所的な災害のこの 集中というかですね、まあ、激甚災害の中でも本当に激甚な地域というのがやっぱりあっておそらくこの輪島と鈴のこの、えー、と介護従事者の方のさっき減少率をご説明しましたけれども輪島鈴どちらも激甚な被害なんですがその中でもやっぱり鈴は震源地により多分近かったということなんじゃないかなと推測してるんですけれども劇的にこのやはり、えー、ご自身が被災して介護に当たれない。 介護従事者の方が、えー、自分たちでも介護に当たれないぐらいに全開したり、いろんな事情でも来れないということになってますので、最も大きな違いは、えー、より被害が集中している地域であるがゆえに、ケアワーカー、医療従事者や介護従事者自身が、えー、かなり強い被災をしてしまっているので、えー、全くマンパワーが足りていないと。 というととこころがこれままでとの違いいいなんだううふうに思いますその地域がやられていてもそこのケアワーカーの人たちがある程度残っていれば、えー、かなり復旧あのそこで復元する可能性というのは高まるんだと思いますけれども,もうその人たちが一気にいなくなってしまうという状況になるともうさすがに難しいというこのインフラと人が激減したというこの2つの要素が集中的に現れる地域がこういう状態。だから先ほどの逆に言うと数パーセントを あの減り方がですねあの少ないところはそんなに避難しなくても住んでるんですね、あの従業員がの減り方が。という、従来はそういう感じなんだ,っただと思います、はいえっと、オンラインで質問が来ています、えー、日経新聞の島村さんから、今回の DMAT の参集スピード、それから初動に関しての所感、伺いますとうございます、えー、っとこれはですね。ね大変 あの大事なご質問だと思います、えっと、正直今回は、まあ、DMAT だけではありませんが、えーまあ、出発が遅いということは別にないんですけれども、えー、その後の展開はやはり遅れています例えば、えー、透析の患者さんという方がいらっしゃいます人工透析をしている患者さんこの方々というのは、えー、基本的に週に3日間、えー、透析をされています月水金とか川木道ですね。こういうい方は、えー、やはやり日日ととか4日明けると カリウムというものの値が上がってきて、さっき言ったクラッシュシンドロームと同じように不整脈を起こして心停止のリスクが上がります。ですから、基本的には待ったなしの人たちということになります。で、そういった方々は今までのこの東日本以降であれば、最初の1日2日ぐらいで、もう一気に生きがえ、搬送して、透析に当たることができていたのですけれども、私が言った1月の 4日の時点、7尾で得た情報によれば、その時の時点で、透、え、析、ー、の方をようやく1月4日ですね、にある程度、鈴谷和島の方も運び出すことができましたという言い方でした。つまり、1月1日から1月4日っていうのは早いようにも見えますが、実は結構ギリギリなんですね。だいたいだから2日間ぐらい遅れてるという。 感じだと思います。それは、あの、医療だけじゃなくって、例えば、もうこれは、あの、報道でお伝えいただいてますが、例えば段ボールベッドのような工夫も、段ボールベッドが1月の4日、5日のあたりだと、ほとんどの避難所に行き渡っていなかった。これも発災初日、2日目ぐらいに最近はもう行き渡っておりましたので、その意味ではインフラがやはり悪かったというか、道路が寸断されていたということで、 そこが遅れていたということになると思います。とにかく、さっきの,あの途中のスライドでもご覧に入れましたけれども、七尾にはいっぱい医療参集チームが集まっていた。しかし、例えば金沢から、まあ、これもよく皆さん、本当にもうあの実感を持ってご理解いただいていると思いますが、金沢から鈴谷、能登に行く、ごめんなさい、鈴谷、和島に行くのにですね、まあ、10時間以上当初かかっていたという状況でありましたので、一旦 七尾なんですね。もうメディアの方も、災害医療関係者も一旦七尾に集合なんですね。穴道とかですね、尾にですね。そこでやっぱり時間取っちゃうんですよね。で、そうするとワンテンポ遅れる。DMAT の弱さは、あの、工場的な組織ではありませんので、基本的には短期間派遣なんです。原則は当初の阪神大震災の後に作られた当初の文章を読んでいただきますと、 48時間の活動っていうのがベースになっていて、場合によっては72時間。そして、まあ、第2陣第3陣というところであれば、もっと長い期間、1週間ぐらいを目安にね、みたいな言い方があります。まあ、基本的には2日、3日から1週間、長くて1週間というのが DMAT の基本的な行動日程であります。圧倒的多数のところはやっぱり3日とか4日なんですね。これは、あの、普段の仕事をしながら、あの、病院のお世話になって出てきていますので、 まああの代わりになってくれている人たちがいるわけですね。そうするとあんまり長いでいけない。えそうなるとあまりに移動に時間がかかってしまうと、やっぱり能登にい、えー、輪島や鈴に着いたはいいけど、もうその日のうちに帰れなきゃいけませんみたいなオペレーションに実際になってましたえ。そうした意味では初動は、あの、遅れたというか初動はあったんだけど、それが迅速に進まなかったということだと思います。で、これは大きな問題ですねということで、インマットは、 原則今回は5日間以上の、まあ、あの、来れるチームにしてくださいという対応をいたしましたのと、七尾に一旦集合するということをやめて、鈴の本部にも直接行き,行きましょうということで、まあ、本当はですね、災害って流動的に動くので、あの、行った場所で、ある程度の拠点のところで振り分けをしていくということをよくやるんですが、そんなことを言ってると時間がないので、まあ、私も今度1月の31日から2月の3日までまた、 え、輪島に行きますけれども、今回はもう輪島に僕は行くよということはもう言われているんですね。ですからそのようにもうダイレクトに行くというような工夫をさせていただいて、できるだけ現地での滞在時間を長くしましょうということを今やっていますし、あとは、えっと、まあ、それぞれのチームがバラバラっと来るんですけど、ラインといって、まあ、例えば愛知県なら6つの、こう、ラインを作ってですね、切れ目なくどっかのチームが同じところに入れるように、 要はその引き継ぎがうまくいかないとですねまた話が降り回しに戻ったりするんですねということがありましたので、まあ、そういった工夫をして何とかやっていたととといいうことかと思います今度の派遣の時に一番こう気をつけてみたいと思っている点はどこででしょううはいそうですねやはりこの高齢者施設のところはあのもちろん今回気にはなっているんですが輪島、あの私すずはもう。あの ちょっとかなりの方がもう外に出られたので、輪島、この6割型の方が避難されているというふうに聞いていますが、残りの3割の方がまずどうなっているのかということは気になりますし、あとはですね、えっと、やはり在宅のところですね、は非常に気になるなというふうに思っています。それから、やはり輪島の私立病院や鈴の私立病院といった医療機関も相当疲弊していると思いますので、その辺の働いている人たち、医療や介護に携わっている人たち自身の 疲労度とかですね。うん、そのあたりも注意深く見ていきたいなというふうに思っています。あとはもうとにかく行ってみたところでまた新しいことに気づいたらやっぱりそれを追求していかなければいけないかなというふうに思います。島村さんから追加で5日以上来られるという原則これはいつから適用というかあのになったんでしょうかといえっとですねこれはですね正式に通達があのいつからかっていうのがちょっと私記憶がよくわか 覚えていないなのですが、えーそうですね、私が行ったのが1月4から8でやっぱり1月10日前後じゃないかなという気がします。あの鈴和島を本格的にあそ,うです、ね、それはですねあの、鈴で僕らがその問題をやっぱり僕らだけじゃありませんがそこにいたメンバーみんな思ったので、うん、ちょっとこれじゃ自分たち役に立てないなと思ったのでやっぱりちょっとこれ長期で来れる人じゃないといけないんじゃないということを挙げて。 そこから多分話がどんどん上がっていったんじゃないかなといま, <laughs> まあ第一陣が終わ,終わる頃ということでそ,で、ね、そ第一陣の、はい、反省を踏まえてということです、ね、そういうことですねわかりました、はい、いかがでしょうかはいどうぞスイッチ入ってますかごめんなさい大丈夫ですかあ。はい 朝日新聞の舐め方と申しますあの。2つ質問あるんですが1つはあの先生が今後の課題で挙げられていたそのいわゆるですねその遅延血縁と離れたその要介護者の方がそのどこでどうやって暮らしていくのかっていう課題にもちょっと絡むんですがあのその広域搬送されてとりあえず急性期の,の例えば名古屋大学の病院に入った場合にこう どれぐらいの期間とりあえずお預かりするのかっていうところがだいたい今決まってるのかどうか。で、仮に、例えば一定期間お預かりしてその先、あの、どっかの施設に移るとしたら、それはそこの愛知県の中の介護施設に移るというような、そこの、あの、出口がある程度できているのかどうかちょっとその辺について教えてください。<laughs> ありがとうございます。非常に大事なところで、我々は受ける側としては、やっぱり経営者は特にそういうことをやっぱり考えると思うんですね。で、あの、答えとしては、まず、病院にいる期間は決まっていないと思います。あの、中にやっぱり病気の方も出てきているので、あの状況ですから、そういった方は長くなりますし、そうじゃない方は一般的に言えば、例えば1日の入院でも、もう医療、医療が必要なければ、本当は出れるということになるんだと思います。そうすると、二つ目の、今聞いていただいた出口というか、 この福祉施設がどうかというところなんだと思います。で、愛知県の場合は、まあ、大村知事が1000人が取れますっていうふうに、はい、あの、テレビでおっしゃってですね、すごいなと思ったんですが、要は、あの、福祉施設で、さっきの、あの、ご質問ともつながるんですけども、実は多分このことに貢献したいと思っておられる福祉施設は結構いらっしゃるんだと思います。たくさんの方をお取りすることはできないけれども、 何人かだったらうちで面倒見れますよという手上げをしてもらってそのリストアップをですね県庁がしてくれているんですね、でこのリストの中から一応選んで、えー、いわゆる退院支援というかですねその施設への移,送を移行をやってくださいというのがあの県から言われておりますので一応、愛知県に関してはそういう形を取っているということですね。あ分かりましたあのもう一つはでですすねちょっと全く別のの角度の質問なんですが あの今回ですねそのあの、電気も通信も道路も遮断されてそのいくらそこの地域の病院がこう水や例えば透析に必要な水とかあるいは食料とか電源とかをですね、まあ、備蓄していても、まあ、私のイメージだとせいぜい2日3日みたいなところでですね、えー、それじゃ持たないというような現状があったのではないかというふうに推察するんですが 今回、まだちょっと早いかもしれませんけれども今回の,、まあ、あの教訓としてそれぞれその地域の病院が災害に備える上でえで、ー、もうちょっと今のこう備蓄の在り方あに与える教訓みたいなものがあるのかどうかちょっとその辺についい。てて教えてくださいものすごい大事な話だと思っていてもまさにそこが生命線だと思うんですよね。で、あの やっぱり日本の災害対応、これ、医療分野だけじゃないですけど、ロジスティックスが最大の弱点だと思います。つまり、あのですね、その美少園さんもあの、僕らが行ったところもですね、実は食料は届いていたんです。誰が届けたかっていうと、民間の契約してた会社がヘリコプターで届けてるんですよ。で正直ロジススティックスは、 やっぱり民間のノウハウをもっと入れていった方がいいんじゃないかなというふうに思います。物流をやっぱり行政の方にやっていただくというのは、まあ行政の方もやっぱり他の仕事をしなきゃいけないですし、ミスマッチの問題もいつも出ますけれども、この物流のところっていうのはやっぱり非常にあの弱いんだと思います。で、そこをもっと民間を入れて医療に関して言うと、やっぱりその基本的に複数ライン持っていなきゃいけないと思うんですね。だから電気で言えば、 もちろん自家発電機はもちろん必須なわけですけれどもそこに使う重油とかですねそういう油をじゃあどこから供給してもらうのかっていうこのロジスティックスの話っていうのはもっとちゃんとやっていかなければいけないと思いますしあのちょっと名古屋大学の今あの南海トラフで有名な福和の坊先生とおとついお話し,してたんですが今ちょっと我々考えているのはやっぱり輸血の例えばサプライチェーンですねこういうのも非常に弱いです。それから 薬のサプライチェーン。これも、やっぱり業界と一緒に医療団、医療界が考えている、要するに製薬業界、卸の業界と、病院がきちっとその問題について今向き合えているかというと、極めて不十分だと思います。ですので、こういうサプライチェーンをもう一回見直して、どうやれば、このレジリエンスがある状態に持っていけるのか、ということが極めて大事だと思います。まず電気はそうですね。で、水も、 あのこれも本当に他のところとまあ一緒ですけれども例えば京都大学なんかは井戸水を持っているんですねですからやっぱりこれも複数の,あの原発の,あの非常電源じゃないですけれども複数を持っているということがやっぱり前提にならなければ絶対にいけないんだろうというふうに思います食料のところもじゃあそういう業者のところとそういう例えばヘリで運んでもらうという契約をじゃあしてるのかとだから介護施設はそれを契約してたんだなそしてそれが実行できているっていうのは 僕はちょっとすごくびっくりしてかなり早い段階で来たみたいなんですねですから本当にやっぱりそこは民間を巻き込んでロジスティックスっていうところにも尽きると思いますのであのこれは医療業界だけじゃないですが特に医療は命に関わりますのでもっと強化していかなければいけないというか、まあ、まさに今から始めていかなければいけないというふうに思います特に災害拠点病院みたいになっているところは比較的そういうことをやあの 考えるということ、まあ、カルチャーが、まあ、それでも不十分かもしれませんけれどもただ実際はですね南海トラフのことを考えてみても診療所とかやっぱり災害拠点病院よりも少し規模の小さな病院こういうところあるいは高齢者施設もそうですけれども一緒になって動かなければこれとてもじゃないけど数を賄えないというかですね受け入れられませんので全ての医療機関や福祉施設が災害にタフなあのサプライチェーンをきちっと保有しておくっていう。 ことがもう求められると思います。はい、あと一問二問受け付けられると思います。いかがでしょうか。では私から一問。あの広域避難。 ですねあのまあ、県が用意した二次避難先が大体3万人分ぐらいあるという中でなかなかそれ器はあるけど応じる人がいないという現状が伝えられていますあの先生はどちらかというと広域避難は今した方がいいとつまり、えっと、ケアする側も大変だしご本人のリスクも高まる、えっと、なぜ進まないと思いますかそれから何があれば進むと思いますかあのどこまで広域避難をすべきかというのは えっと、その方の、まあ、要はこの名目は命や健康を守るためって、まあ、岸田総理もおっしゃっておられましたけれどもということだと確かに思うんですね、私もそういうふうに思います。じゃあ、その命や健康を守るためっていうことで、当然、そのバランスがあるわけですが。 広域避難までしなければいけないかどうかっていうのはやっぱりその方が持っているリスクによるんだろうと思います一般論としては。ですからその意味では病院に入院している方とか介護をされているような方っていうのはハイリスク群だと思いますので広域避難を強くお勧めしたいということをお話しさせていただきました他方でインフラなり何なりが揃っていれば自分は元気なのでまだ頑張れるよという方が 広域避難をいろいろなその生活のことですよね例えばお仕事のことであるとか誰かの面倒を見なきゃいけないとかですねそういうコミュニティから切り離されると自分の大事なものが守れないという方がそういうことをおっしゃるのはそれは無理がないんだろうと思うんですねですからそこの線引きっていうのは非常に難しいところではありますが、まあ、その方のリスクに応じてということにまあなるんだろうというふうには思います。そそれととううういう意味で言うと あのもう一つはですねさっきの問題私が言った問題と同じなんですがどうやって戻ってくるかというプランが見せてもらえないとそれはやっぱり心配で離れられないという方は多いんだと思いますねですから仮設住宅公営住宅っていうこの流れがあるっていうのはあの非常によくわかるんですけれどもやっぱりそのコミュニティが、まあ、そが仕事も含めてどうやって復元されるのか これはもう本当にこの高齢者の方もそうですし、うん、というところまでをやっぱりこの一つのサイクルっていうものをあの作った災害計画っていうのを今後はまあ、今後はっていうユーチュのことは言ってられないのかもしれませんが、まあ、これをきっかけに真剣に考えるっていうことだと思いますね。どこにランディングしていくのかっていうのが見えないと、やっぱり出したくない行きたくないっていう声が出てくるのは。 まあ、人の気持ちとして自分がそういう立場だったらそう思うかもしれないなというふうに思います、うんはいえー、これ、最後の質問としたいと思いますが、えっと、個人会員の尾崎さんからです、えっと、オンラインでテキストで質問です、えっと、この方、阪神・淡路の時の要介護高齢者の救援活動を取材した経験があるという方です、えー、避難所のハイリスク高齢者を社会福祉法人がピックアップし、県外の老人ホームに搬送していました。 そうした体験がその後の災害被災高齢者対応に生かされていないようですなぜ共有されたり引き継がれていないのでしょうか医療介護福祉生活支援サービスが縦割り分断が大きくなっているからだと思いますこれは日本社会全体の問題で根深いですその根源をどうすればいいのか現場の体験を踏まえて思い当たることがあればということですいやあの私もすごく 尾崎さんはですかね、尾崎さんの,あの勉強になりました。そういうことがやっぱりあったんだなということを今初めてしりました。あの、まさにおっしゃっていただいているように、継承がなされていないんだと思いますね。我々、やはりあの時に、あの、防ぎうる災害死ということで、どうしてもこの、ある種救急医療の方に、まあ、それも当然必要なことでありますけれども、えー、と、ころに目がいったということがありましたけれども、やっぱり私は一ついつも思っていることはですね、あの、この介護という言葉自体が、 まあ非常に日本特殊な言葉なんだと思います。あの、よく、えっ、ー、と、医療費の総額といったときに、介護福祉のお金も含めて OECD なんかだと出していると思うんですね。ですから、医療と介護を、まあ、日本は、まあ、高齢者の先端を走高齢社会の先端を走っていたという背景もあって、まあ、いろんな理由で介護保険制度というものができて、その高罪というものは、まあ、いろんな意見があるかと思いますが、いずれにしても、その医療と介護というものを分けたことの 良さもあったと思いますが、弊害というのはやはりそこに線を引いてしまったことだというふうに思います。ですから我々がやらなければいけないのは、もちろん災害の時のいろいろな特殊な仕組みや考え方というものも大事ですけれども、ちょっと繰り返しになってしまいますが、普段例えばですね、我々が救急外来で、じゃあ 背中の圧迫骨折っていってあの背骨が曲がっているおじいちゃんおばあちゃんがいらっしゃいますがああいう方々は背骨がこうキュッと潰れちゃってるわけですねでその圧迫骨折の方っていうのは正直病院で、えー、して差し上げられることってあんまりないんですねいわゆる介護で痛み止めを飲んで、まあ、ゴロゴロしてもらいながら少しずつリハビリをしていくと手術をするっていうことはまあよっぽどのケースじゃないとないですのでそうするとですねいわゆる急性期病院の入院の適用といいますけれども対象にはならないのですね。 で、我々はそういう方々を本当にあの、さっきのお話じゃないですけど、病院が混んでるときはやっぱり、あの、申し訳ないけど入院できないですというふうに言うわけです。でもですね、それは家族起怒る方いっぱいいらっしゃるわけですよ。まあ、それはそうだと思います。だって、老老介護で、そんな動けなくなったおじいちゃんを、じゃあ、88歳のおばあ様が見るって、いや、それできないよねと。じゃあ、介護、 まあ、在宅その急に来たらよ来てくれるんですがそれは無理ですよねとなると実は救急外来で我々はその葛藤は毎日のように実は味わっていますまさに制度の狭間なんですねでもうちょっとそこをうまくやっている例えばあのリハビリの病院とうまくつながっているっていうようなところもあるので、まあ、もちろんいろんな工夫をしていけばできることも今の段階でもあると思いますがそことほどさように やはり医療の中でも急性期、慢性期という違いがあったりとか、あるいは介護、福祉ということになると、もっといろんな制度上の溝があって、だからここがですね、やっぱり一貫した仕組みになってないっていうのを、実は日々感じてるんですね。でこの問題、やっぱりもっとちゃんとやっていかないと、これからは本当に地獄だなというふうに思っています。我々もですね、別にその方々入院させてあげられるなら入院させてあげたいんですけど、 正直それでは病院は潰れてしまうし、もう,もうちょっと前向きな言い方すれば、心筋梗塞や脳卒中の方を取れなくなっちゃうんですね。っていう問題がありますので、そこはもうごめんなさいと言ってるわけです。でも、それでいいとはやっぱり思わないですね。ですから、この医療と介護のところを、やっぱりあの利用者目線というか、使う人目線で、やっぱり、あの、<laughs> 病院、転院してな、いくつか転院して最後、介護施設に入るみたいなパターンがありますが、あ,あここの病院は良かったなとか、なんか運任せみたいなところがあると思うんです。皆さんからすると。そこをやっぱり横串をずっとこう、一貫して誰か見守ってくれるような、ソーシャルワーカーの方ももちろんいらっしゃるんですが、それぞれの組織に属してますので、ね、そこを一貫して見るような仕組みで、トータルで医療や介護をどう提供するかっていう、まあ、ケアマネージャーさんが今在宅でやられているようなことを、医療機関も 入ってやるような仕組みっていうのがないと、我々も本当にすごく申し訳ないなっていう気持ちでいつもやっています。はい、えー、今日は広範囲にわたって質問にお答えいただきました。また、これからも、あの、いろいろ報道などを通して、ご活躍を見ていきたいと思います。山本さん、ありがとうございました。ありがとうございます。えー、次回は来週月曜日、二十九日に記者会見を開きます。地域防災がテーマです。 金沢大学准教授の青木達人さんに、リモートで出演して、お話しいただく予定です。ぜひご参加ください。では、今日はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。